阪神タイガース、今年のオフの戦力外候補、崖っぷちの状態から急激に評価を上げた5人の選手について見ていきたいと思います。まず1人目、渡辺亮選手が代打の切り札的な存在になってきています。日本ハムから昨年トレードで加入しまして、岡田監督がもう獲得当初から期待していて、相当積極的に起用していきました。そして昨年はオープン戦ではチームトップの打撃成績を残しまして、開幕1軍スタートとなっています。シーズンに入ってからも積極的にこの渡辺選手、岡田監督から起用されたんですけれども、なかなか結果は上がりませんでした。昨年は59試合の出場で1割7分7厘、ホームラン2本、 OPS527 という成績になっています。そしてですね、オープン戦でもなかなか今年は結果残すことができず、開幕2軍スタートとなりまして、まさに崖っぷちの立場というところまで落ちてしまいました。セカンドの守備に関しては相当厳しいぞということになりまして、起用っていうのもほとんどなくなってきて、そしてサードに関しましては佐藤輝明選手がレギュラー格としていて、そしてサードの守備っていうのも渡辺選手、特段にこう上手いというわけでもないですし、右の代打の切り札でいうと、原口選手がいるということで、どうしてもこう立ち位置っていうのが確立できずに、今年のオフ本当に戦力外候補として、結構ファンの方々からの名前っていうのも上がっていました。ただ今年はですね、代打で打率が3割を超えています。59試合今年出場しておりまして、2割7分8厘、ホームラン2本、 OPS715 というのが9月11日時点での成績になっています。代打で打率3割超えているっていうのは本当に素晴らしい数値ですし、チームの中で現状としては貴重な戦力、欠かせない戦力になってきました。来季の残留っていうのはもう間違いないという状況ですし、来シーズンも代打の切り札、加えて交流戦なんかでの指名打者として期待したいなというふうに思います。では続いてですね、現役ドラフト候補と言われたところから評価を一気に上げた選手を見ていきましょう。井上選手が今年このまま行くと、もしかしたら現役ドラフトもあるんじゃないかと、そんなことも言われていましたけれども、ブレイク候補というような立ち位置にまで来ました。2年連続で2軍でキャリアハイを更新することができずに、昨年一昨年と、相当苦戦しました。そして1軍でも、一時的に爪痕を残した時期もありましたけれども、結局昨年も13試合の出場にとどまっています。岡田監督は今シーズンを年齢的にも大事な年というふうに語っていました。5年目のシーズンということになりまして、高卒5年目、そして大卒1年目の選手と同じ年齢になるということですね。本当に勝負の年っていうことですよね。ただですね、今年も一軍昇格一度ありましたけれども、その時は2週間ぐらいの帯同にとどまってしまって、また2軍に落ちて、そして2軍でのプレーっていうのが長くなっていました。ただ今シーズンは2軍成績っていうのが例年と比べて大きく上がりまして、2軍の中ではキャリアハイの成績が残るようになりました。確実性が上がって、打率が上がって、そして三振率が下がったんですね。そしてですね、2軍での活躍っていうのが認められて、もう一度1軍に昇格となったんですけれども、再昇格後に2本のホームランを放ちました。2023年が、ホームランなしだったところから、今年は初ホームラン、プロ入り初ホームランが出て、さらに2本ですね、ホームランが出ていると。やっぱりバッティング面、もちろんまだ荒さは目立つんですけれども、来年以降への期待っていうのはかなり大きくなりましたし、当然ながら今オフの現役ドラフトでの対談とか、そういった可能性っていうのは極めて低くなりました。では続いてですね、対談候補とも言われたあの選手もチームに欠かせない戦力になってきたということで、こちらも見ていきます。島田選手が一軍の欠かせない戦力になりつつあります。昨年は岡田監督が就任したことによって、矢野監督の時と比較するとスタメン出場の機会っていうのが減少しました。ただバックアップとしては欠かせない存在と、岡田監督が明言しまして、本当に数多く起用されました。代打で起用されたこともありますし、守備固め、代走とか、いろんなところで起用されたんですけれども、攻守に精彩を欠いて、結構ファンの方々からも厳しい声っていうのが多かった選手です。現役ドラフト候補としてもこの島田選手の名前を挙げるファンの方々っていうのも結構多かったです。そして今年もオープン戦でも2試合の出場にとどまりまして、かなり立場が厳しくなっていたところなんですけれども、なんとか滑り込みで開幕1軍スタートということになりました。外野での守備のミスっていうのは、外野手にしてはちょっと目立つし、ちょっとこう守備率は低めだなっていう選手ではあるんですけれども、今年はバッティング面で、かなり好成績を残していて、そしてダイソーとしても起用できるんで、バックアップ、兼調子がいいときはスタメンとか、そんな起用法ができる選手になってきました。昨年は101試合出場したんですけれども、打率が1割4分5厘で OPS が408、
一方今年は53試合の出場で3割1厘、出塁率も3割8分6厘、 OPS714 という成績が残っています。渡辺選手とともに、バックアップとして昨年起用されて、どちらも崖っぷちというような状況から、この2人の選手が一気にこう成績を上げてきているというシーズンになっています。では続いてですね、戦力外危機から岡田監督が高く評価した選手、こちらも見ていきましょう。川原陸投手が崖っぷちから支配下昇格を勝ち取っています。今年はですね、昨年まではこうリリーフだけじゃなく先発での起用っていうのも、あったんですけれども、今年はもうリリーフ専属ということになりまして、奪三振率が大きく上がりました。140キロ後半の直球が、少しこう曲がるまっすらのような感じで、かなりの癖玉です。そして得意の変化球スライダー、このボールでカウントを整えることもできています。岡田監督も、川原投手のことは、ストレートのスピードが上がったと、かなりこの直球の成長っていう部分を大きく評価していて、支配下昇格候補として何度も名前を挙げていて、その言葉の通り支配下昇格を勝ち取ることができました。昨年と今年の成績比較してみますと、昨年26試合で防御率 4.29 だったところから、2024年は42試合で防御率が 1.98 と、このリリーフになったことによって奪三振率も大きく上がりましたし、成績がこうグッと上がってきました。やっぱり適性としてはリリーフにありそうなピッチャーですので、来シーズンは主にですね、左のリリーフピッチャーとして1軍の枠になんとか入ってきてほしいなというふうに期待しています。入団から6年間1軍出場がなく、そして故障も重ねてきたピッチャーが、ここから支配下昇格勝ち取ったというところはですね、本当に大きな成長だと思います。では続いて、酷評されたところから支配下に這い上がった選手、こちらも見ていきましょう。佐藤蓮投手が育成から支配下に復活してきました。制球力がかなり悪いということでですね、育成落ちということになってしまいまして、紅白戦でも制球難が岡田監督の前で露呈してしまいました。OB の藤川さんからも、かなり酷評、このストライクが入らないと、こうしたピッチャーをドラフト上位で取るべきじゃないと、そんなコメントもありましたけれども、成長を見せて支配下に復帰しました。速球もですね、156キロを計測するなど、150キロ超えを連発できるようになっています。成績昨年と比べてみますと、昨年19試合で防御率が 6.04、四球率 10.88 だったところから、今年は42試合の登板で防御率が 1.98、四球率も 5.05 まで落ち着いています。そしてこの四球率、今年もそこまでこう低くはないにしても、4月までですね、四球が多かったんですけれども、5月以降にぐっと改善されていて、ここ最近は本当にフォアボールがそんなに目立たないというようなピッチャーになってきています。クイックも速いですし、縦のカーブで三振も奪うことができる、そしてストレートも速いということですね、勝ちパターンで起用できるようなピッチャーです。あとは1軍でどれだけ制球力が安定するかっていうところだけなんですけれども、ここさえこう克服できれば、1軍で勝ちパターンに入れるぐらいの戦力だと思います。以上です。